さんはどうするの？なんか温野菜とか蒸し野菜とかサラダって冷たいイメージだけど温かいサラダが多いうん、いやもうこれトムヤムラーメンって言われて言われなくてもなんか中国の山奥のラーメンって言っても分かんないぐらい山のパクチーが歯に挟まってなくてよかった。食べちゃった。